札幌占い美容室葉山貸の後藤と申します。今日は何をやろうかなと思ったんですが、今日はもう営業がですね相当忙しくて、ノンストップでした。相当疲れましたね。ちょっと美容師辞めたいなと思っちゃったぐらい過酷ですね。過酷な労働です。まあ楽しいんですけど、ちょっともうあまり時間に常に追われてると余裕がなくなりますよね。まあ自分の甘さでもあるんですが、ちょっと占いやっててもうなんか頭の中がなんかこう回らなくなっちゃうんですね。来ていただくのは非常にありがたいんですけど、ちょっと最近ですね予約がちょっと取りづらくて、結構お断りしてる状態があります。すいません。なんとか僕もできる範囲で予約取らさせていただきますので、浮気しても全然大丈夫なんで、また戻ってきてください。だいぶ最近ですね、お客さんの顔見てないなとかって実際あるんで、もう多分僕の、実際仕事が、効率が良くない部分もあると思うんで、ご予約お断りしてる部分もあるんですけど、やっぱりちょっとあんまりキャパオーバーで予約入れてしまうとやっぱりごちゃごちゃしちゃいますし、今日はちょっと詰まってしまったんですけど、そういう形になってしまうんで、なるべくご予約をお断りしないようにとは思ってはいるんですが、ちょっと前もった予約をしていただけるとありがたいと思います。なるべくもう、僕も全力で頑張りますので、なんとかついてきてください。よろしくお願いいたします。今日は、ちょっと内容はね、セット剤にしようかなと思ってるんですけど、メンズのセット剤、メンズの短いセットとか、最近皆さん何でやってますでしょうか。美容師さんの方とかは、お客さんの方でもいいんですけど、結構ね、定番なのはこうデューサーとかナンバー3のデューサーってこうあるじゃないですか。こういうのこういうタイプとか、普通にね使いやすいですよね。で、よっ、これはどこだ、ミニ入れウィウィデザインジャーム、ホーユーさんの、こちらはジェルですかね。僕ね、占いとかするんで会計の時手ベタベタするの嫌なんですよね。で手洗うんですけど、なんかベタベタ残っちゃうセット剤すごい嫌で、なんかないかなと思って、以前向田さんのジェルとかも使ってたんですけど、メンズの場合最近ジェルが多いんですが、結構ね最近いいなと思うのはこれ個人的な主観なんですが、ゴールドベルのこれなんだっけ、名前わかんないよ。ああ、わかった、スタイルサインラグーンジャム、スタイルサインラグーンジャムで、これはこういう風にちょっと匂いがね独特なんですけど、これ結構なんかポマードみたいじゃないですか。でもね意外とサラサラしたジェルなんですよ。でつけるじゃないですか。でバリってすぐ固まらないんで、ちょっと多少こうセットできるんですよね。でその後に、徐々にパッとこう乾くような感じなんで、パパってすぐ乾くってよりは若干その乾くまでの時間がちょっと多少遊べるんですよね。で、ある程度速乾性もあるし、でこれ乾くと手ベタベタしないんですよ。だから会計時で僕タロットとかルーンとか石使うんですけど、その時になんかベタベタしちゃうとカードも汚れちゃいますし、大変なんで、結構これ最近使っててすげえいいんですよね。最近のメンズのスタイリング剤の中でもかなりこれ一押しっす、ゴールドベルのやつ。しかもこれなんか何がいいかって、あんまり出回ってない気するんですよね。インターネットとかでもそんなになんかこうね、例えば薬局ドラッグストアに置いてるとか、わかんないですけど、あんまなさそうな気がするんで、このゴールドベルのやつはこれいいっすよ、おすすめです。
ちなみにこれ硬さ4番になってるんですかね、ちょっとあんまり詳しくないんですけど、ドイツ製のものです。はい、価格は1600円かな、コードで。これね、スタイルサインラグンジャムいいっすよ、おすすめです。あとね、よく使うのがやっぱりシークレットさんの使えますよね。これはメンズでは使わないけど、女性の場合はこれ見える、シークレットのワックス、これは結構使えますね。だから匂いがやっぱり良くて、オーガニックのやつなんで、あ、入ってないね。もうね、結構営業中どんどん使っちゃうのでなくなっちゃうんですよね。これシークレット5つ、これがまあ、夜のお客さんとか家帰ってシャンプーしたくない人とか、まあ、つけてあげますね。これ唇にも塗れますし、全身、まあ、ハンドクリームにもなるんで、つけた後僕手にこう塗るんですね、このシークレットマックスは。いいっすよ。で、匂いがレモンの匂い、レモンかオレンジか、あ、なんかすごくオーガニックな感じ、すごくいい匂いするんですね。なかなかいいですねこれ。まあ、唇にこう塗れるっていう、リップグロスにもなるっていうね感じで、非常にお子さんいる方なんかいいんじゃないですかね、赤ちゃんとか。なんか髪の毛こう引っ張ってすぐ口に入れちゃうじゃないですか、赤ちゃんとかいると。だからそういうお母さんとかのセット剤とかに、赤ちゃんがなんかこう口に髪の毛入れて食べちゃったりとか、なんか何でも入れようとするんですけど、こういうものだと安全かなって思うんですけどね。まあいろいろね、あとまあこのニゼルシリーズもやっぱりいいっすよね。結構なんかなんだかんだ言ってこのニゼルのワックスとかも使いやすいですしね、これもね。でこれスイングムーブベルも非常に使いやすいですよね。エアリー感出すのもすごくいいし、めっちゃ使いやすいですよね。下からこうやってつけちゃえばふわってなりますし、まあこれはこれで短いスタイルからロングまで使えますし、なかなかいいっすね。あとね、結構これ裏技なんですけど、これって乾いた時につけるじゃないですか。これはまあいいか悪いか分かんないですよ、メーカーさん的に NG かもしれないけど、このスイングムーベルをウェット状態につけるんですよね。乾かすちょっと前ぐらいにシューってつけて、乾かしてパーマを出すとか、なんか仕上がった後にバーってつけるじゃないですか、大体。ですけど、なんか髪の毛にこう近づけてシューってつけちゃうんですよね、ウェットの状態とかで。そういうスタイリングの方法とかも、まあ、やってはいるんですけど、結構いいですけどね。なんかね、僕ね、このこういうスプレーとかがこう舞うのが嫌なんですよね、こう顔周りとかに。でなんかすっちゃうじゃないですか、なんかお客さんも嫌かなと思って、僕ドライヤーかけながらよくこうシューってやるんですよね。ドライヤーかけながらこうやって、なるべくお客さんの顔の方に行かないようにとか、自分も吸いたくないんで飛ばすんですけど、まあ、隣の席に飛ばしますけどね、隣の人は迷惑かもしれないですけど、なるべくちょっとなんかウェットの時つけるとあんまり散らないんですよ。こうシューって手でこう持って髪の毛にやっていくような感じなんで、ワックスってこう部分的についちゃうじゃないですか。だからそういうワックスの部分的についちゃうのをこれでシューってやると、まあ、素人の方でもなんかこう自然につくっていうんですかね、まあ、毛先中心にシューってつけちゃえばスタイリングできるんで、ウエットでも使えるかななんて思います。結構これいいっすよ、はい。まあ、オーガニックではないですけど、というような感じで、皆さんもいろんなスタイリング剤を試してみたらどうでしょうか。いつも同じスタイリング剤、まあ、僕はねずっとこのニゼルのテクスチャーワックス使ってたんですけど、さすがにこればっかり使ってたらお客さん飽きるなと思ったんで、まあ、ちょっと変えました。未だにちょっと使うんですけど、これすごくいいんでね、なんですが、たまにはちょっと違うスタイリング剤を、まあ、ちょっと紹介してもらって使うと新しい発見があるんではないかなと僕は思ってるんで、新しいスタイリング剤使うことによって新しい発見、新しい質感、これは求められると思いますからね。ぜひ皆さんもいろいろちょっと使ってみたらいいんではないかなと思っておりますね。はい、でこちらが実はちょっとまあ、うちのではないんですけど、こちらこれ何でしょうか。まあちょっとまだ言えない企業秘密なんですけど、今すごいものができます。こちらで
これは何でしょうか。すごい面白いものができますから、これから。これ気になりますよね。すげえいいです。これ自信あります。めちゃくちゃいいです。早くできてほしいですね、こちら。早くちょっとできて、まあ販売元はちょっとうちではないんですけど、こちらね、早くちょっと作っていただいて、うちで販売したいなと思ってます。ちょっと内容はまだ、まあ、言えないみたいなんで言えません。でもすごい、これは面白いです。匂いもいいっていうようなことで、はい、今日は地震が起きました、函館で。だけど忙しすぎてもう地震もよくわからなかったですね、今日は。そして今思いっきり雨降ってます。これからびしょびしょになりながら帰るのかな。今日はめっちゃ疲れて、もうぐったりしてるのにさらに雨の中帰るのかな。切ないですね。皆さん明日も頑張りましょう。ではさよなら、また。